手のひら優雅とゆっくりもみの木ひかるです。皆様どうもごきげんよう。なんでスローリーたまにはいいかな。そうね、違う感じな。そうそう、はい、うん、そんなこんなで今日はフリートークです、はい、イエーイ。みんな大好きフリートーク、大好きフリートーク、はい、うん、そう最近ね、うんうん、なんかありましたか最近。でもほんと 2,3 日前にね、ほうほう、あの私の幼馴染っていうか同じ同級生の友達と喋ってた時に、うん、あの噂の開墾の方ですよ。あ、開墾の方ね。あの詳しくはこちらを、ね、はい、こちらに言ってますね、うん、はい、概要欄どうぞ、はい、その友達と喋ってた時に、うん、あのまあもちろんスターさんもそうですけど、はい、その脇役で名バイプレイヤーみたいな人たちいるじゃないですか。そういう人たちのおじいさん、はいはい、での公演を見たよねっていう話になって、見たいよね、見たいねって、うんうんうん、で誰やって、誰の公演を見たいんやっていうところになって、うん、絶対真山春さんいるよねってルンパさんは絶対いるよねルンパさんね、ルンパさん、じゃあミヤタンさんもね、うん、いるよねって、いるいるいる、皆さんもお芝居できる面白い方たち、じゃあそこに誰ぶっ込みますかね、美里麻也さんでしょって言って、最高やそれ最高じゃない、最高や、こういう言うたらあの、まあ、脇役でご活躍されてて、うん、まあ、すごい個性派で芝居ができるっていう人たちの公演、まあ、お芝居とトークショーでどうですかっていう芝居とトークショーってなかなかなくない？ない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 。でもさ、こういう方たち集まったらさトークが絶対面白いじゃないですか。面白いと思うね。で芝居絶対できるじゃないですか。いや別にコメディでもそのシリアスなものでも何でもいいんですけど、とりあえずそういう方たちがだけが集まった、うん、だからトップさんとか絶対いないんですよ。もうスターさんとかもいないんですよ。そうですね、うん、脇役でもう、はい、もう活躍し続けてた方たちの公演が見たいよねっていう話で盛り上がって、素晴らしいねそれね。もうそんなん絶対いいやんって言ってもう今すぐにでも行きたいやん、そんなん。どう？見たいよね。見たい。もちろんね、そのスターさんとかの公演ももちろんですけれども、うんうん、そうですそうですよ。やっぱり脇で支えてこられた縁の下の力持ち、うん、この人たちがなくして宝塚はありえないじゃないですか。やっぱそういう人たちにスポット当てたちょっとマニアックな公演見たいわ。わかるわ、ね、うん、いや絶対みんな行くで。行くよね、行くよな、行くよね、行きたい行きたいよね、行きたい。そうそう、だってさ、昔やっぱりそういう方ってさ、やっぱり忘れへんや、うん、忘れられへんね、いっぱいいたやん、泉司さんとかさ、あ大好き、小田井水木さんとかね。いやもちろんチャル様だってそうですよ。そうですよ、チャル様なんて、もうチャルさんすごいよ。だって今アクセサリー作ってらっしゃるんでしょ、チャル様。そっか、そうや、そうや、ほら宝塚阪急とかでたまになんかね、やってやる販売会みたいなされてますよね、うんうん、まだま伺ってないのよ ね、 ね、行きたいよね、あれね、アンドラ生アンドラーデさんに出会えるのよ。いやそこのところですよ。亀さんもやで、亀さんもそうやね。俺俺俺俺俺、いややばいやばいやばいね。でもさ、そんな人たちが集まってお芝居したらもう濃すぎてすごいやろね。いいよ、いやいいよね。あとミサノイルさんも入れなあかんね。うわ、私真中ひかるさんも、あナバさんいいよ ね、 ね、そう、最高最高、どんなお芝居出来上がるんでしょうね。もうめちゃくちゃ面白いじゃん。でも皆さんもさ、うん、あの人あの人って思ってると思うよ。ほんまやね、ぜひ、ね、皆さんね、あのそこに名脇役さん、そう出てほしい方ぜひ書いてください。そう、娘役さんでもいっぱいいるやん。あ、ほんまやな。そう、滝さんとか、滝さんも最高やん、もう完璧やな。松川由良様とか、うわ濃いよ濃いよね、最高。リンゴさんとか、あもうリンゴもう濃すぎてもうたまらんやろうね。逆にまとまるんかなって思うけどさ、それをうまくまとめてくださる演出家の方と脚本があったら、そうよね、うん、最高やと思うわ。最高よね。まずもうトークが終わらへんで30分で絶対1時間やるでしょっていう、いやむしろやってくださいですけど、いやそうそう、そんな話をね妄想でねしてたんですよ。であと最近ねちょっとちらっと喋ってたのが、うんうん、やっぱあの北広先生の振り付けの話で、ね、やっぱよく2人でいたらよくなるんですよ。最近ほら90年代のね、うん、よくやられるんだってさ、うん、だからそうなんでやっぱりまた思い返して、思い出すよね、うん、あの振り北先生の振り付けの場面やったよねとか、うん、でなんかあのやっぱりさ、北先生って言ったらこの振りみたいなのがあるじゃない。ある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 、あの絶対こうじゃんじゃんじゃんとかさなんかこんなんとかさあるやん。
そう。で、それこそさ、まあ、あの、もうアダンディズムでも早間清美先生ってすごいいっぱい振りされてますけど、はい、もうこれは絶対、これが来たら、あ、もう清美って、この振り清美みたいにね、なるじゃない？呼び捨てやん、もう。すいません。あの、これは愛の呼び捨てなので、すいません。本当に勢いで、ラブです。そう。なんかそういう、なんかあの、はい、この先生、うん、といえばこの振りよね、みたいな、が分かるっていうのもすごくいいよねっていう話をしてたよね。ね。だからパッと見たら、あ、これは北先生の場面やな、みたいなとかね。そう、絶対北先生の振り付けやんって分かるじゃないですか。うん、かそういうなんかあの、まあ同じ振りってまあなりますけど、うん、ね、振り付けいっぱいしてたら同じような振りにはもちろんね、いっぱい出てくるんでしょうけど、うん、でもやっぱその中でもインパクトがある。ね、衝撃的な振りってやっぱこれにしてもそうやさ、はいはい、あるじゃない？ありますあります。そういうのってなんか振り付けの先生でも残していってほしいなっていうのをそうよねすごい思ったっていう ねよくない？こう絶対覚えてるもんね、うん、ほんまにそれも個性的すぎて個性的すぎてさ、うん、何これっていうのもあるやん。あるある これこれ北先生あらららららーできたら北先生なんかこっちあるやな、あるこういいよね、うんうん、なんかさそういうのを考えると、あ、振り付けで一つとっても、うん、やっぱあの見てる人の印象に残るってすごい大事なことやし、本当にあのもちろんね、かっこいい振りでダダダっていくのももちろんいいんですけど、うんうんうん、そういうのが一つあるとまたあの楽しみになるよねっていう話をしてたよね。だからヤンさんとかの場面でも分かるやん。ヤンさんすぐ分かる。分かるよね、うん、なんか分かるよね。なんか分かる、ま、場面的にスーツにハットの場面を振り付けされてるっていうのが多いけどね、うんうんうん、それでもヤンさんで分かるやん。分かる。あれがすごい。すごい。だからそういうのを私たちも大事にしていきたいなっていう ね、なんかよう分からんけどいややっぱいいやん、うん、そういうのを伝えていくのもさ、そうですよね、大事やん、ね、うん、でも私たちのさ、うん、聞いてくださってさ、秋田博先生っているんやっていうことがね、うん、知った人もいると思うよ、たくさん。あ、そうね、嬉しいよね、それもね。嬉しいよ、みんな大好き北博士言うてね、うん、それがさ名言に、ね、ね、なったね。そう今は見られないけどさ、うん、お亡くなりになったからね、だから昔の見てさ、うん、そうやって思い出してくださったらね、嬉しいよね。これか北博先生の振り付けか、あの噂のってね。いや絶対みんなね、うん、度肝抜かれるよね。そう、初めて見る方 ね。でも最近ではさ、うん、ルポワゾンとこ、あ、そうね、タンタンタンタラタン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 、これね、そう、これこれ北先生よ、北先生ですからねあの場面はね。そう、そうそう、でもやっぱ知ってもらえるっていうのはね、うん、大事よね。そう、うん、誰かがさ、誰かコメントでさ、うん、とうとう北博先生をググりましたみたいな人いたじゃん。誰かと思って、うん、私たちが言うからね、うんうんうん、調べてくださった、調べてくださった、ありがとう、ありがとう。いやでもそういうの聞いたらめちゃくちゃ嬉しいんですよ、うん、嬉しいよね、うん、うん、やっぱね、現役のね、本当に実際にいらっしゃったおじいさんとかからしたら、うん、北先生ってやっぱすごく厳しい方だったみたいなので、うん、灰皿飛んでくるっていうね、そうそうそう、有名ね、うん、でも愛のある先生だったっていうのをよく伺うので、うん、北先生怖かったとか言われるかもしれないですけど、まあ、ファンからしたらそこの部分で分からない部分じゃないですか。分からないです。ただただあの、うん、見た、ね、舞台で見てる部分としてはもう北先生のあの振りっていう葉山先生のあの振り最高です、最高です、本当ね。やっぱね、それをね、どんどんあのやっぱり受け継いでいっていただきたい ね、うん、そうね、あの今のほら桃さり姉さんだったり、はい、なんか新しくね、そのおじいさんが若堀さん先生とかね、そうそうそう、フリーで入ってるじゃない、はい、なんかそういうテイストがどんどんまた新たに ね、これは若尾先生でしょ、これは桃さり姉さんでしょみたいなのがまた生まれていくと嬉しいよ ね、なんか楽しみよね、楽しみ楽しみ、うんうん、期待してます楽しみしてま す、 してます、はい、それでは手のひら、ゆがと、もみの木、ひかるでございました。いい、皆さん、ありがとう。ありがとう。バイバイ。バイバイ。